初代ランソニーのバトラー男爵、ジェームズ・バトラー・バトラー男爵は、英国の男爵位。イングランド貴族爵位として3度、アイルランド貴族爵位として1度、連合王国貴族爵位として2度の、計6度創設された。現在は、マウント・ジュリエットのバトラー男爵が、キャリック伯爵の従属称号として、ムーア・パークのバトラー男爵が、保持者不在の状態ではあるが存在する。 アングロイコールアイリッシュ系貴族で軍人の第12代オーモンド伯ジェームズ・バトラーはアイルランド同盟戦争の鎮定後の1642年にアイルランド貴族としてオーモンド公爵に昇る釈した。ついで1660年のイングランド王政、復古直後にイングランド貴族としてブレックノック伯尺及びモンマス州ランソニーのバトラー、男釈に除された。その翌年には アイルランド貴族として、オーモンド公爵に少女した。さらに彼は、晩年の1682年にも、イングランド貴族として、オーモンド公爵に除された。以降のランソニーのバトラー男爵に関する歴史は、次説を参照。初代ムーアパークのバトラー男爵、トマス・バトラー第二代男爵、ジェームズ・父から男爵を、祖父より、オーモンド公爵を各々継承したが、1715年に、 ジャコバイトの反乱に組みしたため試験剥奪された。初代ムーアパークのバトラー男爵、トマスの紋章。初代公の長男トマス・バトラーは、1666年にイングランド貴族として、ハートフォード州、ムーアパークにおける、ムーアパークのバトラー男爵に除された。なお、彼は助爵に先立つ1662年に、アイルランド貴族院からの繰り上げ直所によって、 初代皇の従属爵位の一つである、オソーリー伯爵を継承している。彼はその後の1680年に急成したため、オーモンド公爵位を継承できず、彼の長男ジェームズが二大男爵となった。二大男爵はさらに1688年に、オーモンド公爵位や、ランソニーのバトラー男爵といった祖父の持つすべての、爵位を合わせて相続した。しかし彼は、 ジャコバイト放棄に参加し、反乱が鎮圧される方向に傾くと、フランスへ国外逃亡した。そのため1715年に、フランス亡命中のままホイック島諸教から告発され、主権剥奪処分を受けた。処分に基づいて、上記の尺位はすべて没収された結果、ランソニーのバトラー男尺は廃絶した。ただし、二大男尺の死後の1791年に、 貴族院による判例変更がなされている。その趣旨は1715年の試験剥奪がイングランドとスコットランドの爵位にしか効力を有さないという内容であった。そのため、アイルランド貴族爵位であるオーモンド伯爵位とオソーリー伯爵位は親族のジョン・バトラーにその時点で継承された。一方で、アイルランド貴族爵位のオーモンド公爵に関しては、 弟チャールズへの継承が確定したが、決定時にはすでに死去していたため、改めて公爵院は廃絶となった。さらに時代が下った1871年に二大男爵の子孫である第七代、クーパー伯爵フランシス・クーパーは剥奪された、イングランド及びスコットランド爵位のうち、女系継承が可能なムーアパークの バトラー男爵くらいとディンゴール教威に対する爵位回復の請願を行った。その結果、貴族特権委員会は、両爵位の回復を認めた。ただしフランシスには、男子がなかったため、同人の死をもって、クーパー伯爵位は、廃絶、姉妹の間で優劣がつかない男爵位は停止した。一方、ディンゴール教に関しては1907年に、当園の 第9代、ルーカス男爵オベロン・ハーバートへの継承が確定した。この継承者不在の状態は2019年、現在まで解除されておらず、依然として停止の状態が続いている。初代オーモンド公爵ジェームズ・バトラーの4男、リチャード・バトラーは、1662年5月13日に、アイルランド貴族爵位のアラン・ハクと、タロー・シク・ラウグレ・ナンヌ・バトラー男爵に除された。 一連の爵位は、同人の死をもって廃絶した。二代、オーモンド公の弟、チャールズ・バトラーが、1694年1月23日に、イングランド貴族爵位ハンティンドーン州ウェストンのバトラー、男爵に除せられた。しかし、子供がなかったため、結局一代で、ウェストンのバトラー男爵は廃絶した。 第18代オーモンド伯爵ウォルター・バトラーは1801年1月20日に連合王国貴族であるモンマス州におけるランソニーのバトラー男爵に除された。ついで1816年1月にはアイルランド貴族としてオーモンド公爵に少女した。しかし彼には男子がなかったためランソニーのバトラー男爵もまたオーモンド公爵と共に廃絶した。 オーモンド伯爵家の親戚にあたるキャリック伯爵家の第7代当主チャールズ・バトラーは1912年7月8日に連合王国貴族としてキルケニー県マウント・ジュリエットのバトラー男爵に除された。これ以降のキャリック伯爵家当主は1999年の貴族院改革によって議席喪失するまで貴族院に自動的に議席を得ていた。 2019年現在、マウント・ジュリエットのバトラー男爵は、キャリック伯爵の従属爵位となっている。継承権保持者、一覧1905年以降保持者不在となった、ムーア・パークのバトラー男爵位は、以下の3大男爵の姉妹の子孫によって、下記の比率で停止している。以降の証券者は、キャリック伯爵を参照。こうした告発がなされた背景には二大校の、 国外逃亡による心象の悪さが影響しており、かえって英国に泊まった方が問題されなかった可能性が高いという。1609年創設のスコットランド貴族借位。未来、オーモンド公の母方に由来するもの。ありがとうございます。